どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。デイ1のタイムアタックで、土日が完全に潰れました。この編成、リーダーちょっとこれアポロン武器なんですけど、本当は。にフレンドポンポンプリンなんだけど、理論上は12分半切れるんですよ。で、実際僕12分40秒くらい出てるんで、実質ね。なのでまあ、できるんですけど、マジで敵キャラが噛み合わないということで、今日はですね、皆さん、こういう編成見てたら思いませんか？オビワンケノービー大バルキ TCL 誰が持っとんねんと。ね、僕のチャンネルでこういう編成ばっか紹介してたんで、キャラ持ってない人もいると思うんですよ。なので、今日、まず、オビアンケノビー。お前スキルの発動遅いから、首や。ダイ。お前打ち忘れるから、首。バルキ TCL 火力低いから、首。もういりません、こいつら。もう今日は、全然違う編成紹介していこうと思います。今日使う編成、こちらです。でん。もうこいつら全員首にしちゃいます。え？何ですか？はい。ベリアルの代用はありますか？ガンホクロボっていう方で2440円で買えるんで、ぜひそこでね、お買い求めください。確定で買えますので、全部はい、パーティー紹介していきますね。まずデイトナですね。リダチェン体制にファガン継承です。そしてゼログコアスキブプラス特命ザメに遅延2つ、そしてこちらジオガ装備継承ですね。はい、ダメージ基礎石油無効と。そしてこちらベリアルですね。スキブプラスに遅延2つに非軽減2つ、武器はチャコル武器継承してあげてます。はい、そしてソフィーですね。7強に上限解放、そしてアシストが雪の下のハーバリウム継承です。こいつマジ強い。スキブに2ウェイやって2ターンヘイストあるから、今回のデイトラのマジ1個の最強武器ですね。最強武器候補です。はい、でアトナノンスキブに上限解放、そしてボヤハルミス装備もしくはカイバ装備継承です。でフレンドがデイトナに非軽減プラスに遅延2つでアポロン継承です。非軽減はもう千里耐久ですね、完全に。はい、でもこの編成台とか使ってないんですけど、正直めちゃめちゃ強いんで、まあ一旦今回は気候上で試運転していこうと思います。行きましょう。ちなみに PDC はこんな感じになってます。でもしね、ゼログコア持ってない人はこっち見てほしい。ちなみに台を代用する場合はここら辺がおすすめです。まあ理想通りの立ち回りはできませんが、まあそれでもね、かなり強いキャラたちになってます。はい、まあぜひですね、ここら辺でキャラ持ってる人がいる場合は使ってみてください。ただスキルブーストとかの兼ね合いもあって、例えばスキブゼロのキャラとか入れると、やっぱどうしてもね、序盤のスキルダメとかがめんどくさくなったりはします。ただデイトナは光4で耐久ができて、闇カーバンクル飛ばせれば比較的楽に耐久できるんですよ、気候上の場合ね。なので、意外とデイトナ編成使ってる場合は、まあテンプレ編成から1、2ターンは、頑張って耐久すればなんとかなると思ってもらっていいと思ってます。僕はね。まあ、ただやっぱ少し厳しいところあるんでね。まあ、そこはご了承くださいって感じになってます。はい、じゃあ今日はですね、まあ、これらの代用も紹介しつつ、気候じゃやっていこうと思います。行きましょう。じゃあ1階層からやっていきましょう。とりあえずチャコル打ってあげてスキル試していきます。はい、チャコル打ってスキル貯めていきましょう。こんな感じで。ひたすらスキル貯めます。はい、はい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 。で、デイトナ変身します。で、ロマンスアロマを打ってあげて2ターンヘイストからのデートナリーダー側は変身します。でここを突破狙ってもらえれば OK です。こんな感じで445で突破なんで、445組んで突破してください。ジェニコンボ組んで倒していきます。はい、まあ、ちなみにこの遠征創作家対戦ないですけど、まあ創作家なくても全然なんとかなると思うんで大丈夫だと思います。はい、さあ続きまして2階層に関してはボヤハルミチ武器打ってあげて殴っていきます。で、まあ、これ光4で左右飛ばせるので、まあ、光4組める場合に関してはこんな感じで光4消ししておいてください。でこの左右飛ばすメリットに関してなんだけど、これ左右飛ばしておくとね、真ん中の攻撃が来ないんですよ。だから、まあ、倒せそうなら左右倒してください。はい、でここでデイトナ打ちます。まあ、そんな別にちなみに気にする人ないよ。飛ばせなくても何の問題もないです。はい、ここで突破狙うんですけど、ここで左右が残ってる場合に関しては、この後両方の攻撃食らうんですよね、左右両方の。でも、ここで左右倒しておくと、まず攻撃を食らわなくてよくて、プラス、この真ん中は行動してこないんで、あと3ターンスキルダメできるんですよね。そう、こんな感じで。なので、特にスキブ打たれてない人とかは、これめちゃめちゃ強いです。はい。あ、ちょっと。こんな感じでスキルダメができます。はい、あとは、デートナ打ってあげて、ウェイで倒していきます。ちょっとさっきまでタイムアタックしたんですけど、マジでね、落ち込んに敏感なんですよね、体がもう、なっちゃうんだよな。本当に今、落ち込んが一番怖いもんね。あ、で、ソフィー、打っといてくださいね。別に温存する意味も全くないので、ソフィー打っといてもらって、次打つ階層が8階層なんで、まあ、今のうちに空打ちしておきましょう。
で、腹打ちっていうか普通に指延長と回復上昇ですね。はい、打っておいてもらって、あとはこれで倒していきます。でね、今回僕タイムアタック編成も十字入れてないんですけど、まあ、正直ね、気候上はね、まあ、あった方が楽なのは間違いないんですけど、データの編成使ってる場合はそんなに十字はいらないかなと思います。やってて十字がなくて困る場面がほぼないですね。あの、盤面最大組みたい時だけちょっとうざいけど、まあデータの場合って実は意外と盤面最大組まなくてもどうにかなったりするので、超暗闇がある階層に関しては序盤なんて普通に光読んでこんな感じで落とせますし、後半も月読みの階層の後ちょっと大変ですけど、バルディとか来たら、まあ、言うて4ターンなんでなんとかなるんで、ちょっと暗闇はなくてもいいかなとは思います。はい、ただまあうざいって人は対策してもいいとは思う、全然。はい、でここに関してはベリアル打ってあげてデータナ打ちます。データナ打ってあげて光4組見ましょう。あとは爆弾処理だけちゃんとしていきます。こんな感じでいいかな。とりあえず光全体入れて削ってあげれば、まあ、多分倒せると思うんだけど、データナナナイス。まあ、ウェイ入れとけば確実なんですけど、そもそもこいつ10強2個持ちで、この編成泥強めちゃめちゃ入ってるんで、まあ、めちゃめちゃ4個か、4個入ってるんで、普通に落とせます。はい。で、続きまして5階層ですね。ここ片側デートナー温存して突破してください。まあ、こんな感じでしょ、まさに。はい、これで1回光読んで削ってあげて、はい。で、あとは、データナ打たずに突破していきます。今嬉しいですね、この落ち着いてデータナ使えるのが。まあなんか本当にね本当にこいつ何の話してんだって思われるかもしれないんだけど、この2日間もう光4を早く組むことだけに命かけてたんですよ。あの、僕の気候上のプレイ時間、昨日10時間今日5時間ですからね。で、しかもその15時間やって欲しい敵が出てきたのが1回しかないんですよ。やばくない？ 15 時間分の1だよ。多分次出るのはね、多分そうですね、20時間ぐらいかな、普通に考えて。で、ここはこんな感じで消しゴム武器あるので、しっかりこれで突破してあげてください。はい、消しゴム武器あげて、まず削りで、アワリンは小手を打ちで倒せるので余計な生成はされません。で、ちょっと軽く不安なんで、一応こんな感じでウェイ2個組んでおいてあげて突破していきます。ここどうなんだろうね、ちょっとこの編成の火力計算してないんですけど、まあ、多分抜けると思います。ただ一応ホノリンとか残ったりしたのでめんどくさいんで、これで倒しておきましょう。なんかちょっと今の削り的に余分にコンボ組んでた方が良さそうですね。はい、7階層、ここはもう楽勝で、ここちょっと意識してほしいことがあって、お邪魔ドロップ少し残しておきましょう。はい、まあ、消したいあれがあると思うんですけど、消しちゃうとちょっとあれなんですよ。ここのお邪魔目覚めで1個とか2個とか取ってきた場合に、アメミナが罪になっちゃうんですよね。そうで、アメミナ罪はめちゃめちゃまずいので、はい、なので、まあ少し消しといてあげてください。あー、消さずに残しといてあげてください。で、8階層デートナ打ってソフィー打ちます。あとベリアル6階層で打ってもらって OK です。忘れてました、すいません。どっちみちここからゼログ貯めるので、はい、ベリアル空打ちしておいてあげて、ここで打っちゃって大丈夫です。あとはここからスキル試してください。しっかりと盤面消しておけば、なんだろう、めちゃめちゃ変な欠損とかすることはないと思うので、ここでスキル試してあげてください。5ターンなんでね、ゼローグの場合は5ターン必要です。はい、まあ、ちなみに台持ってる人はここ3ターン耐久って感じになるのかな。そうですね、3ターンですね。光4だけ見せらなければ本当負けないんで、落ち着いて光4消してください。カット。はい、もう何も考えずにコンボしといてあげれば、こんな感じでスキル止め完了です。で、この遠征火力が160出るんで、ファール確殺できるんで、ゼログ打ってあげて、はい、デクナ打ちましょう。で、もうあとはこんな感じで普通にコンボ組んであげましょう。ベイ2個組んでおけばね、マジで火力高いんで、こんな感じで光4消し2回組んであげて突破していきます。まあ、落ち込んなし10ターン入っちゃうんですけど、そもそもデートナは落ち込んなしバッチつけてもいいレベルで、落ち込んなしが強いので、あの、あれなんですよね、光温存できたりするんで、意外と全然大丈夫です。はい、で9階層月読みですね。でここも超クライム来るんですけど、まあバルディンが来たらちょっと面倒いかなぐらいの感じです。体感はそうじゃない限りは基本大丈夫ですね。はい、でここはもう普通に光読んで格殺なんで、光読んで倒していきましょう。これもうデートナだけで80億出ますからね、こいつは。
なので当然アザノの火力が入ってぶっ倒していきます。ソフィー7億ぐらいか。ソフィーの火力あんま分かってないんで注意していきたい。アテナノも火力めちゃ高いんで。あ、バルディンですね。バルディンはベリアル打ってあげてください。んで、光4を2回組んであげて、光44を2回組んであげて突破でいいかな。で基本的に同郷は、光か木なんで、なんだろう、泥鏡があるからこの色とかっていうのはできないです。はい、必ず消去ライムチェックしながら立ち回ってください。ただほんと光4組むだけなんでこの編成、まあまあまあ組めるやろって感じです。正直個人的にはね、そんなめちゃめちゃむずくないんでパズルも。てかなんならめちゃめちゃ簡単なんで、正直言うとシールフの比じゃないぐらい楽なんでね。はい、でここに関してもしっかりとベイ含みながら全力コムで倒していきます。なんか3攻撃失敗になってますけど、アトノはどっちみち乾燥するんで、ソフィーの火力上がるんで全然大丈夫です。はい、これで倒していく。バルディンはね、あのデータの火力が21億21億なんで防御力の関係で削りづらいんですけど、ツーパンしてあげれば OK です。グラモリー、こいつに関しては悪魔キラーソフィーのも乗るんで、まあ多分格殺できるでしょう。ちなみにタイムアタック遠征だと、もうここがグレモリーはもう激アツすぎる、マジで。2番手がイルムですね。イルムは、ルーレットうざいけど、格殺できるんでめっちゃ楽。グランディスはもう、ゴミ。2番手舐めとんか、マジで。500万多いしかないからね、確定2パンなんですよね。光ウェイ2個組んでから2パンとかで地獄なんでね。え、待って、これタイムアタックが、とにかく嫌や、マジで。これ、この遠征やと2パンなんですけど、え、待って、ほんまにキモい。え、もうちょっと切り替えていこう。ツーパンしていきます。はい。まず光4のウェイで削りましょう。半分ぐらいまで上でいけると思います。はい。で、あとはぶっ倒していきましょう。いや、マジでキモいな。多分大丈夫なんで、このまま倒していきます。はい。確か次先制ないよね、ここは。なかったはず。これであったら俺の気候上タイムアタック何だったんだろうってなるんだけど。結構やってるんですけどね。はい、で、こいつに関してはベリアル打ってあげて、デジタル打ってぶん殴っていきます。まあ光の4しかない倒せないじゃないかって思うかもしれないんですけど、もうデータナを舐めないでほしい。データナに関しては光4当然確殺です。もうこいつは強すぎるよね、ほんまに。はい、光4でしっかりと突破していきましょう。もうこれマジ強いですね。そしてこれもしルーン差出てきたら俺大パンする。よかったー。まあオッケー。まあじゃあギリオッケー。なんならボスは光ヘキサスでも来い。いやだ、これもしね今ルーン差生きてたら理想ルートなんですよ。本当に本当にグレモリー闇メタラファエルリューン祭って一番早いんですよ。よかった。でこいつはゼログコア打ってぶん殴っていきましょう。いやマジで本当によかった、めっちゃ嬉しい今。なんだろう、いや本当は嬉しくないんだけど嬉しい。なんだろう、なんて言えばいいんだろうこの気持ちは。よかったマジで。でここね、思いっきり光の火力でぶん殴っていきます。多分2A ぐらい組んであげれば十分酸素機械が出るんで、はい、こんな感じでまず削ってあげてもう一発ぶん殴っていきましょう。ダメージの効果2発あるんでね、これ0個はマジ強いですね。あ、指短いんだな、指短すぎるんだな。光ウェイもう一回組んであげて全6コンボで削っていきます。16コンボ。ソフィーがねドラキュラ持ってればもっと削りやすいんですけどね。はい、でニオリの試練食らってあげてデートマの光こけして倒していきましょう。アスカ、これで格殺なはず。間違ってなければ。12でちょうどだった気がするんだけど。データの火力は？あ、今日6000万か。ウェイの数少ないから、ちょっと、あれですね。火力違うけど。まあ、でも倒せたから OK です。はい。さあ、続きまして。いや、ナイス。よかった。本当によかった。本当によかった。巨山祭闇ヘキサなら全然タイム出たから。あ、もう全然 OK。おっしゃ、楽しんでこや。遅延打ちます。いや、もう吸収不幸は全然 OK よ。溜まってる場合ここ打ってあげるとめっちゃ強いんで必ず空打ちしといてください。チェーンがあるとねここ運ゲー解除できますからね。タイムアタックとかなら打っちゃダメなんだけど、攻略の際に関しては遅延スキルここであるのめちゃめちゃでかいんで。はい、でここまず光運ゲーで一発ぶん殴ってあげて光の奇跡のみを倒したいんだけど、どうだろうか、両方倒しようかな。さすがにいや強いんですよねこの編成、結局データが強いんで。あ、そうだよ、まあいいや、
ここもひたすらぶん殴っていきましょう。3回倒します。ここから強すぎるがゆえなんで仕方ない。はい、こんな感じでまたヒカリオンっていうか、まあ、ヒカリオンのミスだけないようにねしていきましょう。とりあえずヒカリさえ倒せれば OK なんで、こんな感じでいきます。お、ナイス、これ完璧やね。めちゃめちゃいい、これ、うん、最強。あとはこれで突破していきましょう。これめっちゃいいわ。はい、こんな感じで光44の3消してあげてぶっ倒していきましょう。多分今さっき光の4消しに泥鏡が入ってなかったんで倒せなかったんですけど、結果的にこれで蘇生入んないんで、めちゃめちゃいい削りですね。はい、でここはデータナ打ってあげて光4でサクッと倒していきます。有利属性取れてる時点でもうね、そういうことですね。はい、ここも光4で削っていきましょう。でここロック解除用のスキルがまあアテナノンだけなので、多分待てロマンスアロマじゃなくてね。じゃマジでロマンスアロマ溜まってるの怖すぎん。まあでもソフィーはなくてもなんとかなるからいいけどね。結局指現象は4秒パズルできればいいんで、いらないっちゃいらない。もう本当に怖い、ちょっとマジで怖いわ。お前4秒パズルどころか8秒パズルもでき、9秒パズルもできる、何言ってんだこいつ。マジで危なすぎだろ、ほんまに。ほんまに危ない、怖すぎマジで。いや本当頼むで。で、あ、待って、あれなんこれ、あ、いや、なんもないっす。クセドロップ回復してないじゃんと思ったけど、残り1チャンだったんで大丈夫。じゃあこの場合ビリヤードで必ず打っといてください。で、ここ光読んで一発半分まで持ってって、あ、半分手前まで持ってって、そのまま突破がいいかな。はい、これで。多分ね、半分までいかないと思います。めっちゃ半分ギリギリで止まると思う。あ、落ち込んだしバッチじゃないんだ、忘れてた。あ、終わったかも。あぶねー。落ち込んだしバッチだと思ってた。頭を打ちます。頭を打ってあげて頭を打ちます。これ4ターン目なんで6ターン目行動とかも絶対ないので、あとはここでどれだけ削れるか。えいえいえい、 OK。 光4、3セット入れてあげての回復もえりつの15コンボ、これはもう強いよマジで。はい、強い。でここでベリアル打ってあげて、ゲートナ打ってあげて殴っていきましょう。ちなみに間違えても雪の下のハーバリウムとか打たないでくださいね。こいつ打っちゃうと回復欠損するからね、はい、必ず。そうですね、アトナノンがある時だったらまだ打っていいですけど、それ以外の時は打たないでください。でここはちょっとスーパー狙いたいっすね。こっからのワンパンは結構かなりギリギリなので、まあ、調整って感じで一回こんな感じで挟みますね。で次6ターン目コードなんで確実に倒せると思う、この次のターン。 OK、 じゃあロマンスアラマ打ってあげて、あとはデータナ打ちます。あ、てかあれじゃん、別にデータナ打てばいいじゃん。あ、強っ。データナ打てば大丈夫ですね。はい、じゃああとは光4組みながら突破していきましょう。いきまーす。はい、ということでこんな感じやってもらえればめちゃめちゃ簡単に気候上が出ます。もう賞味デートナは強すぎます。なのでサブ多少代用してもね、こんな感じでクソ楽に気候上勝てるんで、よかったら使ってみてください。タイムはこんな感じ、18分50秒ぐらいですね。てかこんだけゆっくりやってて18分50秒で、しかも僕シールフ使った時の周回の平均が18分ぐらいだったんで、めちゃめちゃ代用してもシールフぐらいには早く周回できるっていうね、もうなんかとんでもないですね。なのでぜひデータ守ってる人は参考にしてみてください。ということでチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。